皆さんこんにちは。メイクアップアーティストのアリサです。今回はサラサラストレートヘアを活かしたこんな感じの簡単なヘアアレンジとくせ毛対策におすすめのヘアアイテムをご紹介したいと思います。私の髪の毛はくせ毛で、しかもカラーリングとかコテを使って巻くことが多いので傷んで広がりやすいんですね。だけど最近はこちらのトリートメントを使うようになってから、こういった感じでストレートヘアにすることが多くなりました。こちらはラサーナの海藻ヘアエッセンスの洗い流さないタイプのトリートメントになります。こちらも合わせてご紹介させていただきます。それではスタート。昨日の夜何もつけずに寝て起きた状態がこんな感じです。これが素の私の髪の毛です。広がってしまってくせ毛っていうのがお分かりいただけると思うんですが、でこの状態でストレートアイロンを通しても一応ねストレートにはなるんですが、時間が経つとちょっとね膨れ上がってきます。で今からちょっと髪の毛を濡らして、夜お風呂上がった後にトリートメントを塗って乾かすとどんな感じになるのかちょっと見ていただこうと思います。濡らしてきました。でこちらのねしっとりタイプをロングタイプであれば3から4プッシュになるので、今日は半分だけ塗って、塗っているのと塗っていない方の違いを見ていただこうと思うので2プッシュにしておきます。まず毛先をね中心に塗っていきます。でその後は徐々に上にこう伸ばしていきます。ではドライヤーを当てて乾かしていきます。はい、こんな感じに乾かし終えました。で見ていただくともう全然違いますよね。つけていない方はちょっと広がっていて癖も出ているし、毛がね硬くてごわついてとても扱いづらいんですよ。でだけどラサーナのしっとりタイプをつけた方はこんな感じでまとまりがよくって、保湿されてなんだかねこのごわつきがなくなって柔らかくなったような感じがします。ツヤを見ていただくと若干癖はあるんですが、ツヤが全体的に出ています。うちのつけていない方は根元はツヤはあるんだけど、この辺ねもうパサついている感じがお分かりいただけると思います。特に分かりやすいのが毛先、綺麗にまとまってるんだけどこっちだともう広がってますよね。何もつけていない状態だったらさっきみたいなねすごい爆発頭になるんですが、これをつけていると何もつけていない状態よりもまとまってるような感じがします。朝起きた時にストレートヘアにしたい時はさっきのしっとりタイプではなくてサラサラタイプを使います。サラサラタイプの方は香りがついていてとてもいい香りがします。全体になじませます。こちらは熱から髪の毛を守る効果もあるそうなのでスタイリングの前に使っています。ナタネ、オリーブ、ロイヤルゼリーが配合されていて毛髪内部への浸透を高めてくれるそうです。海藻のエキスが入っているので潤ってこんな感じに髪がまとまりやすくなるそうです。で美容液成分だから高いのかなと思ったんですが、お値段が1本約2ヶ月使えるそうなので、まあコスパはかなりいい方だと思います。もう久しぶりにこんないいものに出会いました。このサラサラヘアを活かしたヘアアレンジをしていこうと思います。ツヤを活かしたいので特にトップは波巻きとかもせずにいこうと思います。まず最初ねこのトップを取ったらここで逆毛を立てます。そしたらまたちょっと量を取って逆毛を立てます。そしたら表面の毛をちょっと撫でるように整えます。横の毛は多めに残して上だけ、ここをゴムで留めていきます。そしたらコームの細い部分を使ってこう整えていきます。ボリュームが出るようにこうね押しながら、で正面も見て調整をします。深さが欲しい人はこのゴムの部分をクイッと上に上げるとこんな感じで高さが出ます。
ここをピンで留めると高さをキープすることができます。この両サイドを後ろでまとめます。でサイドが欲しい人はこの時にちょっと出しておきます。そしたらゴムでまとめてくるりんぱしていきます。1回2回ぐらいかな。そしたらこう引っ張り出してちょっとルーズ感を出します。最後ここのゴムを隠したいので、こういったクリップがあるとゴムが隠れて可愛く仕上がります。前髪を整えれたらトリートメントをちょこっとだけ取ってつまむと束感が出て今流行りのシースルーバングになります。ワックスの代わり、スタイリング剤の代わりとしても使えます。最後スプレーを振れば束感をキープすることができます。はい、ストレートヘアを活かした簡単なヘアアレンジでした。後ろはこんな感じです。以上、トリートメントの紹介とヘアアレンジでした。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。